こんにちは、萌です。今回は新作を書きました、その動画を見てもらえたらと思います。でですね、今回の作品は結構面白い感じにできたと思うので、ぜひ最後まで見てもらえたらなと思います。で、今しているのはですね、一番最初にしているのはマスキングテープを貼っています。これはですね、自分で考えたデザインを、しっかり何センチとかですね、そういうのを計算してここまでマスキングテープ貼りました。さっきのところからですね、カッターで切ったりしてこういう市松模様を作りました。でそこから縫っていきます。なのでこの、マスキングテープを貼るところまでがですね、めちゃめちゃ時間がかかりました。まあ、多分書くの方がやっぱり時間はかかるんですけど、これもね、少しでもずれると仕上がりが、変わってしまうので、計算しながらね、しかもカッターでちょっとずつ切っていって、キャンバスを切らないようにとかね、そういうの気をつけながら切るのが結構、大変でした。で、いろいろやり方はあるんですが、今回はこんな感じで、ちょっとねマスキングテープを貼ってやってみました。ただこれは、まあ、目安なので、このキャンバスってね、デコボコがあるので、このマスキングテープをただただ貼っただけではですね、まっすぐな線っていうのはなかなかできません。ある程度はできるんですけど、このキャンバスとマスキングテープの間から絵の具が、はみ出るっていうのはですね、もうほぼはみ出てしまうので、最終的な調整は必ず必要っていう感じです。ただ今回はですね、こんな感じで、市松模様みたいにしてあるので、これをグリッド代わりにして描いてます。で、今回描いているのは、人物画です。で、これもアクリル絵の具なんですが、今回使ってるのはですね、私いろいろいつも混ぜて使うんですけど、リキテックスのベーシックスとアムステルダムのチタニアムホワイト、これを使ってます。この白黒の部分はですね、この2つを使っています。これらは結構安めの絵の具です。で、あとはですね、この上からちょっとカラーを塗っていくときに、こちらのですね、アクリルの、リキテックスのヘビーバディを使っています。このヘビーバディはですね、初心者の方にはちょっと使いにくいかもしれないです。ただ私はですね、もう一番最初にアクリル絵の具を使った時はこれで始めたので、これに慣れるとですね、こっちの方が気に入るかもしれないです。このヘビーバディっていうやつは結構濃度が濃くて、ちょっと水分が、水気が少ないです。なので自分で水気をですね、調節しないといけないので、そこをですね、まあ自分で自由自在にできるっていうのが長所なんですけど、これがね、めんどくさい人はこうベーシックスとかね、それぐらいちょっととろっとした感じのが使いやすいかなっていう気がします。ただ自分でちょっと調節してみたいとか、ちょっと固めの絵の具使ってみたいっていう方はおすすめです。で、私もよく使ってるターナーの U35 よりもですね、硬いです。全然硬いなので、使うときはちゃんと水で混ぜないと、パレットナイフを使ってね、混ぜないとちょっとね、綺麗にこう伸びなかったりするっていう感じです。ちょっと挑戦してみようかなって思う人はね、使ってみてください。最近多分日本でも普通に売ってるところがあります。ネットでも確か売ってるのと、リキテックスの、ね、ホームページとかにも載ってた気がします。なのでぜひね、見てみてください。ちなみに私はアメリカで大量に、行った時にね、大量に買ってきたり、通販でね、通販というかオンラインストアで買ってます。で、その私がよく使っている、アートサプライのオンラインストアもですね、ちょっと紹介した動画もあるので、そちらも見てもらえたらと思います。ちょっと英語なので、英語苦手な方はですね、こうページ開いた瞬間にわっと思うかもしれないんですけど、意外に簡単なので、ぜひぜひ、ちょっとアメリカの、ちょっと海外の絵の具とかも気になるな、画材ちょっと見てみたいなっていう人はですね、参考にしてみてもらえたらなと思います。はい、で、だんだん
顔ができてきました。でこのマスキングテープをしているところは後々剥がすので、あんまりちゃんと、全部は塗ってないんですけど、まあ、ある程度塗ってます。でこれをちゃんと描かないとですね、このつながりがしっかりとこの写実感が出なくなっちゃうので、見えないところもしっかりね描いていきます。見えないところというか、この境目ですね、見えるところと見えないところの境目も描いていきます。これがずれてしまうとですね、こう顔を全体でこう終わった時に見た時に、このマスキングテープ剥がした時にですね、ちょっと変な顔になっちゃったりするので、しっかりずれないようにつなげて描いていきます。本当はこの目もマスキングテープしてるところは塗らなくても、結局塗っても見えなくなっちゃうんですけど、描いてます。でちなみにこの使っている筆はですね、このサイズの絵に対して小さい気がするんですが、こういう細かいところ、人の顔とかそういうところはですね、大きくても1センチぐらいの平筆で描いてます。ただこういう髪の毛の部分とかですね、ザーッと塗りたいところっていうのは少し太めの、2センチ3センチぐらいある筆とかで描きます。もちろんハケとかでね描いてもいいと思うんですけど、そういう場合はですね、自分で例えばテクスチャーグラデーションを作りたい時とか、あとはこの髪の毛のこの毛の感じを出したい時とか、そういう時にハケはハケでもですね、その質感とか選ぶのをちゃんと、分けないとですね、出したいテクスチャーが出なくなっちゃうので気をつけた方がいいかなと思います。で最終的にこういうザーッと塗るところは、太い筆でこうやって塗るんですけど、これもですね、3センチぐらいの平筆ですね、これでザーッと塗ってるんですが、これでも多分この、キャンバスにしては小さい方かなと思います。ただ、一本一本とかね、束とかで毛の感じを出したいのでこれぐらいの筆にしてます。で大体全体を塗り終わったら細い筆でですね、こうやって毛をちゃんと足していきます。こうやって一本一本ですね、ハイライトとか暗くなってるところとかを足していくことで写実的な感じが出てきます。これでですね、ここからマスキングテープをバーッと剥がしていきます。こんだけ全部描いたんですけど、半分はね見えなくなってしまうのでちょっともったいない気もしますが、作りたい絵がねあるので、こうやって全部剥がしていきます。はい、そしてまたですねマスキングテープを貼りました。さっきの書いてなかった分にマスキングテープを貼って、ここからですねまた抽象画を書いていきます。でこの抽象画もですね、適当に、色を塗ってるのではなく、事前にデザインを考えて色も考えてから塗ってます。なので適当にこの辺黒くしよう、この辺暗くしようっていうのではなく、ちゃんとねここは白っぽく、ここは濃くみたいな感じで、この辺はこの色を使うみたいなのをちゃんと計算して塗っていきます。なのでこうやってね見てるだけだと適当に塗ってそうなんですが、ちゃんとねバランス取りながら描いてます。で筆とかもいろいろ変えてですね、できたらこれが気持ちいいところですね、マスキングテープを剥がしていきます。でこれ剥がす時もですね、ちょっと今回一気に剥がしてみました。でこれで最後ではなく、ここからちゃんと整えてこんな感じに完成しました。いかがでしょうか。ちょっと抽象画と人物画、写実的な絵をですねミックスさせてこういう絵を作ってみました。マスキングテープを貼って簡単そうに描いていたかもしれないんですが、あれをね剥がしてからここに至るまで、いろいろね調節もして展覧をしてここまで完成しました。いかがだったでしょうか。
今回はですね、私の新作を見ていただきました。この動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。